はい、フォローと76、続きやっていきたいと思います。前回、メンテナンスがあって、あと GForce Experience のアップデートもあって、まあ、起動までにちょっと時間かかったけど、どういう感じに、アップデートパッチとか全然見てない感じなんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、地元の掃除から始めていきましょうか。まあ、この辺は大幅にカットしていきたいと思います。FPS にします。やっていきます。おっと、誰かが、やってた感じだな。お前がな、55キャップか。うん。で、フラググレネード装備して、よし。あれ、オイルなんか今まで取ったことねえよ。まあ、リロードして、まあ、行きましょう。お目当てはさ、やっぱりここじゃんね。ここ。うわぁ、前使ってた人が結構な、うん、鉛が欲しいかなって感じ。おぉ、頑張ってるねぇ。うわ、全然当たんねえ。あれ、一発死ねねえか。ほい。あれ、逃げんなよ。まあいいや。ん？いっぱい来んだよな。オッケー。リロードしたら来るぞ。病気だからな。からサインようと思ったら奥から来てるね。22か。スカーミッシャーが見えたぞ。あ、そこにいいのね。ありがとう、サンクス。うわー、鉄片とかすごい。前拠点使ってた人が結構、頑張ったんだね。まあいいや。まあそんな感じで。そうなんだね。防衛も始まっちゃうからさ。おいおい。勘弁してくれや。まあタレットとか直しとくか。OK。この辺も。まあそんな感じで、今から防衛戦が始まる感じでありますけども、まあちょっとなんか食事食べるか。あ、水が全然だな。うん、まあこんな感じ。あとさ、まあここも修理しちゃって、あと何分？あと21秒か。ベルチバード。いや、これもセットしといて、こっち装備しといて、ここ
ここに入れとくかな、ベルチバード。うん。うん。入れとくわ。なんか来たぞ、グールか。フェラルグールか。おいで。はい、そんな感じでフェラルグール戦になります。あんま壊してもらうと困るからよ。まあちょっと時間かかりそうなんで、この辺はガッツリとカットしちゃいたいかな。そんな感じに思いますね。はい、ようやく終わりましたけどね。結構、いろいろありました、みたいなね。アイテム報酬。お、金属の箱。あー、そんなまあ嬉しくないような感じだな。まあ、あまり長居してもあれなんで、さっさと。あー、ここ壊されちゃってるから、ダメかな。鉛回収の前にラットアベー入れちゃって回復しながらお家に戻りますか。はい、お家まで帰ってきたんですけど、マイアナークとかいたりとかね、なんか、高所になってんだよな。まあ、気になりつつ、まあ、ちょっと、リロードして、まあ、この辺はすごい、立地的にいい場所でね、カニは取れるし、スーパーミュータントはね、近くにいるし、あらぁ、まあ、ある程度時間を置いたら復活するだろう。まあそんな感じで、グールドも結構20体ぐらい倒して、まあいい経験値稼ぎになりましたしね。まあ肉類ちょっと調理して、お弁当作っときましょうか。うん。OK。まあそんな感じのとこから冒険は始まります。まあいろいろ入手してきた、拾ったこれとこれとビリヤード球と、あと拾ったジャンク、うん、もう手荷物いっぱいなんだよな。あとさ、ちょっと弾がガウスライフルのエネルギー、これがちょっと足りなかったんで、ちょっと作って、あと銃の方のメンテナンスをちょっと軽くしましょう。ドア開けっぱらちょっと心配だけどね。うん、デスタンバリンぐらいか。まあ、これ修理して、OK ということで、お弁当、これやって、ラットワームね。オッケー。じゃあ閉じて、水回収して、じゃあ、いよいよ、こっからですね、冒険。まあ、特に、全然、何も考えてないけども、アーリーワーニング。中継タワーで加熱コイルを探す。アビーのバンカーで加熱コイルを探す。これをちょっとやっていこうかな。アビーのバンカー、ここら辺だよね。あ、なんだ？なんだ？音が変わったぞ。今、ちょっと一瞬なんか見えたな。何何何？え、わかんないんだけど。
まあこんな緊張感ある場所でいいですよね、みたいな。楽しいですよ。まあ。26キャップか。行っちゃうわ。うん、飛んで行っちゃいましょう。ただね、今から行くところがね、結構ね、スコーチビースト系とかもいたりするんで、ほんと勘弁していただきたいっていう感じを、ありますね。まあ、あとね、地元の防衛が発生すれば、まあ、ファストトラベルで戻ってくるって感じの、おっと、めっちゃバイブ来て今。こっちでも交渉なの？はい、じゃあ、やっていきますよ。閉めとくわ。はい、入っていきます。うん、動画的には前回パートぐらいの話になるでしょうけど、よし、近接武器装備していきましょう。まあ、特に脅威なのはまあそんな感じです。ラットローチ。うん。うん、まとめて殺したか。まあディナーフォークとか回収しながら。ねえ。わわわわ。カーライルのライター。うん、この感じは、あ、発酵肉だって。誰かが来た。マスターホロテープの記録。ああ。エイリアン。金庫開けれるね。オッケー。お、ウォードラム。いい感じじゃないですか。まあここまでついたなら、あなたは 100% 人間ね。ああ。なるほどね。結構、使えないのが結構いろいろあったから、まあ、こういうとこから回路とかね、いろいろアクセスコードとか入手していくって感じなんだろうね。ああ、野町の方のね。アクセスコード。あ、フリーステイツってやつ、なんかちょっとそれだけ選択してみよう。へえ。厄介だな、少しビスト。うん、もうちょっと中見に行きますか。うん、この建物的なところはさ、どこも同じ作りなんだよね。まあ素材やらいろいろあるけども、まあキーポイントはここだよね。
ここのどっかに、加熱コイルがあるから、それを探すという感じなんだけど。おもちゃのトラック。アビータバコ吸うんだ。なんかどっかにあるんだろうな。ここですね。ああ、ここもさ、モンスターがいたってことだもんね。誰かがもう倒してくれてるけどさ。はい、じゃあ、到着。あった。で、あと中継タワー行くのか。よし、じゃあ行きますか。中継タワーの場所がわかんないけど、まあ行けばわかるんだろうね。はい、じゃあ出ましょう。まあしゃがんでね、最後。いやー、なんかスクリーンショットもなんかね、適当に撮ってるけど結構思い出深いよね。今のも本当に、まあ最初の方だよね。はい、じゃあまあ外出ましたけど、次の目的地は一体どこだろう。あ、今ここでクエスト。誰かやってるけど、ごめんな。今ちょっと忙しいんだ。どこだ？中継タワー。案外こっちの方だと思うんだが。あ、はい、発見しました。ここですね。まあ、マークやって。はい、飛んでっちゃう。ファストトラベルで飛んで、そこからやっていきましょう。まあ、久々にレベルも上がったんだよね。さっきの、なんか、フェラルグール討伐で。ここら辺も、方向的にこっちか。違うじゃん。こっちじゃん。ここもあるし、パンプキンハウスのクエストもあるのか。よし、じゃあ、行きましょう。焦げた。FPS にします。ガウスに持ち替えます。焦げた系だから結構強めだぞ。うん、なんか王冠付きだったな。めっちゃサプライズじゃん。いただきましょう。じゃん。結
構宝で売れそうだけどな。まあいいや。リロードして。しかもあるぞ。オッケー。お、パーマーあんじゃん。まあ、特にパーマーは必要ないけど、フュージョンコアだけちょっとね、取っときたい。わ、結構難易度高いな、これ。お、真上とか？さすがに真上はないか。この辺？おっと欲しいね。この辺？オッケー、いい感じ。うん、弾も、お、45口径あるし、45口径。いいね、うますぎだわ。ラッドウェイ。ステルスボーイはそんな使わないんだよな。45口径、たんまるじゃん。あ、ヌードルカップ。プラズマ地雷に、ミニニューク。ちょっとミニニュークは重くなるから、このぐらいで。オッケーオッケー。お、ディジーズケアだって。いい感じ。というのも、なんか、ちょっと、ボス戦とか厄介そうな気もしないでもないね。リロード。よし、行こう。あっちか。まあ、なんかちょっと、見ていこう。ま、丸パーツやってる。うん。ほう。こういうとこにレシピとか置いてあることもあるからね。いらないな。配膳トレイが結構いいよね。上の階行きましょうか。おお。まああんま取るとさ、荷物になるからちょっと嫌なんだけど、方向、あ、なんかあるな。どっから登っていけばいい？よし。うん、さっきのさ、フュージョンコア入手したじゃないですか。案外、強敵のデスクローとか結構いるかもしれないと思ったらミュータンとか。いや、違う。こっちから回っていくか。ゴー。あ、しゃがんでなかった。しゃがんでなかったフォールアウトあるあるで。オッケー。リロード。オッケーオッケー。おいおいおい。
はい。まあ、そんな感じで、サーバーエラーから復帰しました。で、再開なんだけど、ここ気になるよね。先にこっちチェック。開かない、オッケー。うわー。ダニもいるしな。まあ、じゃあ、目的地向かっていきましょう。レベル6か。ダメだ。まあ、いいや。あ、ここも掃除されてるね。お、誰か来てんのか。誰か来てるわけでもないのか。はい、再び頑張っていきたい。攻略していきましょう。まあ、基本的にはスーパーミュータントでいいのかな。とはいえ、他の、場所だとさ、結構、リロードだって、伝説級いるぞ。やばいやばい。行くぞ。今日はいい飯が食えそうだ。こんな時にリロードだって。え？何落とすかな？一回リロードして、消えてるのはカメレオン系の装備してるからなんだよね。OK。じゃあ行きましょう。火薬だけ取って。で、案外さ、伝説系倒しても、見失うってことあるからね。おぉ、強戦士ポールフック。よいしょ、待て。オッケー。ゴー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 。待て。甘い。結構近いところにいるんだ。わわわわ。リロード。どうだ？おお、レーザーガンもいるじゃん。あばよ。結構多いな。これはちょっと下がった方がいいな。まあ伝説級の一個確保もできたしね。余計なミックスはいないと信じよう。
ちょっと鬱陶しいから、パーマ着とくわ。よし。重量オーバー。200、うまいだろう。どこにいる？案外パーアーマー着てるとさ、HP の、あの、見忘れがちだからね。リロードしたら飲もう。さあそう。どうだ？近接武器装備できなかった今。よし、これである程度掃除できたな。欲しいアイテムない。いやー、だけどパワーアーマー着なかったら、ミニガンか。行きましょう。誰かいるのか。ああ、なんか誰か来てるね。うん。まあもう伝説系も一体倒したし、あとはザコだけ残ってると信じたい。まあこっから FPS にします。いるね。ガオス行くか。しゃがんで。ああ。ああ、くそ。ああ、もう。OK。経験値うますぎだろ。うん、聞いたのさっきの人。うん、取得に何もないか。近接武器が装備できないんだよな。よし、なんか調べましょう。で、これか。加熱コイル。なんかありそうと思ったけど、ないな。ガスキャニスター？モーターをアップグレードする。いやー、点々といろいろありますなー。この辺、スコーチピースいるから本当にね、あ、サプライズドロップか。で、アビーのバンカー、モーターアップグレードする。アビーのバンカーだけでいいのかな？まあちょっととりあえず抜いて、回収して、はい。まあ、じゃあ、一回、ちょっとキャンプに戻って、荷物整理して、パンプキンハウスに行って、サプライズドロップ拾いましょうか。なんか、結構、珍しいアイテムが入手できたりする可能性はあるからね。だいたいこのくらいで40分くらい過ぎたのかな。あともう一回、防衛戦があったら、なんとかしたい気もするけどね。はい、到着しました。ただ、ここもまた問題なんだよ。
いる可能性あるからね。オッケーオッケー。水回収して、一応しゃがんで、まあ、解体しようか。武器。うん。まあ、特にないけど、もうだいぶ素材の方とかが、結構溜まるんだよな。だからここでいらないものを出して、また、整理整頓もしなきゃいけないんだけど、なあ、難しい。まあ。ああ、じゃあまあちょっと修理だけしてっか。なんか修理できるものがあれば。どうでしょう。ガオス。オッケー。ポールフック。これを売ってもいいな。何？あんまほっとくと、あ、向こういるね。まあ、ちょっと回収していこう。あ、また来た。まあ、美味しいからな。おっとおっと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 。あんだけ倒したのに。よし、じゃあサプライズドロップ取りに行きましょう。パンプキンハウスにファーストトラベルして、パンプキンハウス近くの投下物資確保して、まあ、今回パートを終わりにしようかな。まあこれからまだ帰ってきたばっかなんで、ちょっとお風呂も入りたいしね。じゃん。この辺厄介なのいっぱいいるからな。この音は、スコーチの、スコーチビーストもいるか。回収回収。ヒートシシケバブ。これ戦ってるとスコーチビーストバレるからな。スコーチビースト飛んでくる前に回収して帰ろう。武器しまって帰ろう。バレた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 。パンプキンハウスまで帰る。パンプキンハウスに帰って、しゃがんで、ステルス状態にして、よし。ああ、結構強いな。違う違う。よし、隠れたね。オッケー。うん、まあこんな感じ。今大丈夫だね。よーしよしよしよし。まあここに行けばクエストの方終わるんだけど。まあ、このままね、今回パートはこのまま、まあ、荷物整理もあるからね、売店に行って、ね、デスタンバリンとか売ったりね、やろうと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。